矢野満について話そうか。1954年創立の老舗おもちゃメーカーなんだよ。元は矢野満商店という名前だったんだ。へえ、なんで名前が変わったの？創業者の子供時代のあだ名から取ったんだって。1968年に現在の矢野満になったんだよ。ジグソーパズル作ってるって本当？日本で初めてジグソーパズルの機械を開発したんだ。それまでは全部輸入品だったんだからすごいよね。ゲーム事業にも手を出してたの？そうだよ。1990年からゲーム制作を始めて、中世ファンタジーのフェーダなんかが有名だね。他にどんなゲーム作ってたの？アレサシリーズっていう当時としては珍しい少女が主人公の RPG も制作していたんだ。でも、もうゲーム作ってないの？1997年を最後にゲーム事業からは撤退してるんだ。今は水木しげる先生の妖怪フィギュアなど異なる分野で活躍してるんだよ。なんかいろいろと変わったんだね。時代とともに変化していくのも企業の魅力だよね。矢野満の歴史興味深いよね。もっと知りたくなっちゃった。プランニングオフィスはだの話をしよう。1990年代に立ち上がったソフトウェア開発メーカーだよ。何か有名な作品あるの？そうだね、スーパーファミコンでちゃんとオシドラをがあるよ。菊に雅彦先生がキャラデザをした麻雀ゲームなんだ。菊に雅彦先生って漫画で有名な人？傷だらけの天使たちで知られてる人だよ。その後もゲーム制作を続けてフリフリガールズなんかのゲームも作ってたんだ。他にどんなゲームがあるの？宮地社長のパチンコファン勝利宣言にもあるよ。実際の社長宮地敏夫が登場するゲームなんだ。全部ギャンブル系のゲームなの？主にね、プランニングオフィスはだわギャンブル系のゲームを得意としていたみたい。でも今はゲーム作ってないの？1997年にゲーム業界から撤退したんだ。多くのゲームを生み出しながら実は他社レーベルで販売されることが多かったんだ。自社ブランドで出したゲームは？自社レーベルで販売したのはわずか4本だけなんだ。でもその中には隠れた名作もあるかもしれないね。興味深いね。もっと調べてみたいな。だろう。時には埋もれた歴史を掘り起こすのも楽しいよ。プランニングオフィスはだ独特な軌跡をたどった会社だね。三井物産の歴史とそのゲーム事業について話そう。三井物産は1876年に設立されたんだ。日本で最初の総合商社さ。明治初期から世界中であらゆる商品の交易を行って総合商社の原型を築いたんだよ。それってすごく大変だったでしょ？確かにそうだね。当時は商社という概念すらなかったからね。エネルギーや食料、IT といった分野で世界的に活躍してるんだ。でもどうしてゲーム事業に？なんとプレイステーションの時代にちょっと足を踏み入れたんだ。アーケードゲームの家庭用移植が主だったけど自社開発はしなかったみたいだね。どんなゲームを出してたの？ソニックウィングス、スペシャルが有名だね。アーケードからの移植だよ。 NHK の番組をゲーム化したライフスケープもあったね。ライフスケープって何についてのゲーム？地球への生命の進化をテーマにしたゲームだよ。とてもユニークな内容さ。その続編もあってライフスケープにという名前なんだ。ゲーム業界からは撤退したの？そうだね、最終的には撤退して再び総合商社としての道を歩んでいるんだ。今は AI の開発など最先端技術の分野に注力しているよ。変わり続ける姿勢が大事なんだね。まさにその通り。三井物産は時代に合わせて常に変化してきたんだ。
だからこそ長年にわたり成功を続けているんだよ。歴史から学べることがたくさんあるね。本当だね。過去を知ることは未来を想像する上でとても大切だよ。三井物産、一見するとただの商社だけど、その背後には豊かな歴史と多様な経験があるんだね。カガテックという会社についてなんだ。カガテックって何してるの？もともとはナグザットって社名で、任天堂のゲーム機向けにゲームを開発していたんだ。任天堂のゲームを？それはすごいね。そうなんだ。特に1992年にはサマーカーニバル92烈火という高難易度シューティングゲームを出しているんだ。シューティングゲーム？それって人気あるの？そのゲームは今でもファンが多いんだ。でもね、それだけじゃないんだよ。他にもあるの？スポーツゲームやテーブルゲーム、さらには人気漫画とのコラボゲームも制作してたんだ。いろいろやってるんだね。でも、なんでゲーム事業を辞めちゃったの？2005年の事業再編で、ゲーム事業を別の系列会社に移してしまったんだ。それで、もうゲーム作ってないの？そうなんだよ。今は他の商売に集中しているんだ。でも、昔のゲームはまだ遊べるの？古いゲーム機や中古市場で探せばね。カガテックのゲームは今でも価値があると思うよ。なんだか歴史を感じるね。確かに、昔のゲームを知ると現在のゲーム業界をもっと楽しめるかもね。カガテックのゲーム、私も探してみるよ。よいね。一緒にレトロゲームの世界を楽しもう。みんなが知ってるあの電通について話すよ。日本で一番大きな広告代理店で、世界でもトップクラスだよね。そうそう、でもちょっと問題も多いって聞くよ。その通り。でも日本の広告業界では欠かせないんだ。さて、そんな電通だけど、意外なことにゲームにも挑戦してたんだ。え、電通がゲーム？それは意外。しかも三井不動産と一緒にね。そのゲームの名前はスヌーピーコンサート。スヌーピーってあの可愛い犬のスヌーピー？その通り。アメリカの有名な漫画ピーナッツのキャラクターだよ。このゲームではスヌーピーと友達がコンサートを成功させようとするんだ。へえ、なんだか楽しそう。でもなぜ電通が？実はこのプロジェクト、日本で開発されたんだよ。そしてなんと任天堂のスタッフも加わっているんだ。任天堂のメンバーが？それはすごいね。でもね、このスヌーピーコンサート以外に電通がゲームを作ったことはないんだ。一回きりの挑戦だったんだね。なんで続かなかったのかな？いろいろ理由はあると思うけど、電通にとっては新たな領域のテストだったのかもね。それに電通はもともとゲーム業界に特化していないから、一回限りの特別なプロジェクトだったのかな。なるほどね。でもこんなユニークな歴史もあるんだね。そうなんだ。一度で終わったけど、電通の新しい挑戦として記憶に残ってるよ。スヌーピーコンサート、一度遊んでみたいな。もし見つけたら二人でやってみようよ。まさに広告の巨人が送る一度限りの冒険だったね。東和チキについてだよ。東和チキは東和産機電株式会社の子会社だったんだ。東和チキって何をしてたの？ゲームソフトやおもちゃの開発をしていたよ。トランシーバーシリーズやハロークマ、ハロー犬などね。面白そうなおもちゃだね。でもゲームソフトの方はちょっと話が違うんだ。シャーロック、ホームズ伯爵令嬢誘拐事件など、いわゆるクソゲーと呼ばれる作品もあったんだよ。クソゲーってなんだか面白そう。そういうゲームもファンはいるんだよ。不思議だね。東和チキはファミコンやゲームボーイで活躍していたけど、なんで解散しちゃったの？2001年、親会社が事業をゲオに譲渡したからなんだ。それで東和チキは業務を失ってしまってね。
それは残念だね。でも、当は機器のゲームやおもちゃは、今でもコレクターの間で価値があるんだよ。へえ、それはいい情報かも。昔のものでも、愛される理由があるんだね。当は機器のような会社は、失敗も含めて大切な歴史の一部なんだ。歴史って面白いね。そうだね、過去を知ることで、未来につながるヒントを見つけられるかもしれないよ。東和地域のゲーム、私も一度遊んでみたいな。俺は諦めない。